これかわいい。何がかわいいですか。なんかこれこっちであの UFO キャッチャーいっぱいあるんだけどさ、はい、これわかる、これ見てさ、デッドプールのピカチュウ、ピカチュウがデッドプールのコスプレしてるんだけど。そうなんですね。いや絶対版権的に通らない気がするんだよなこれ。でもこれめっちゃ可愛いっすね。めちゃめちゃ可愛いよね。これだあれっすよ、多分不死身っすよ。そう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 、このピカチュウ不死身だよこれ、はい、バトル最強っすね。そう、ちょっとこれどっちだろう、どれでいいんだ、これ銃でいいのかな。なあ、いった、いた、はい、じゃあ行こう。あ、いけた。あ、なるほど、時間制限があったな。どれ狙えばいいんだろう、どれ狙おう、この飛び出てるやつ行こうか。あ、いけない、飛び出てるやつ行けない、範囲が狭い。範囲が狭い、全然行かない。あ、でも、あ、結構ガーン行きますね。まあ、そうだね、めっちゃ奥にやるやん。反動とかでなんか行けるかもしれない。確かに、どの範囲まで行けんの。あ、奥は行ける結構。あ、マジですか。この下とかのやつと、これこの下のやつ行ってみよう。これは隔離付きなのか、何なんだ、どうなんだろう。ガシン行くけど、あ、惜しい。ガシン行くけど、これ隔離付き的な挙動してましたね今。そうだね。上行った時にちょっと頑張れお前。いやー、もうちょっと左行きたいけど無理だ。もう一回行ってみよう。はい、あ、くそー、きつー。あらー、上行った時に普通にカシャンってやってるもんお前。ダメだろそれは。でもこれ1回のプレイがさ、10元なんですよ。だから50円ぐらいの価格帯ってことか。そうですね。どうなる。いや、あ、おお、あ、あ、惜しい。お前もうちょっとだったな。この引っかかりがね、この鉄の。そう、ちょっとそいつが強い。そいつのね、ディフェンス能力がめちゃめちゃ高いんですよ。あ、これ100だ。え、これ100だか、多分100が、あ、ダメだ。ちょっと待って、お前は5。あれ、もう10弦がない。今ちょっと両替したんですけど、この山田さんがね、500弦のこの紙幣をね、これを入れたんですよ、ここに。そしたらね、50枚、そうそうそう、10弦が出てきて、メダルゲームみたいになっちゃってるよ、これも。メダルゲームみたいになっちゃってる。つまりどういうことだって、なんか日本だとさ、高額紙幣やるとさ、はい、選べたりするじゃん、うん、普通100円10枚出てきて、残りはお札で返ってくる感じだと思うんですけど、そうそうじゃないの、もういやおーなしに、もう問答無用で、すべて10、やばいよ、まだ、まだこれ見てよ、これえ、なにこれ、もうこれここで遊び尽くすゲームになりましたね。メダルゲームをやり尽くせみたいな感じになっちゃうんだけど、これやだよ。とりあえず使えるわ。デッドプールちょっと、わかった、やってください。デッドプールをちょっと取ろう、これで。50枚もあればな、もうな、雑になるんだよ、もうプレイが。ほら、あ、ダメだ、雑すぎる、さすがに雑すぎる。あ、次もうちょっとこの辺だな、手前めに。はい、ほら、来た。いやー、おお、あの奥のやつ、あっちの方がいい説ありますか。あるね、上狙おう、上。はい、お前来い。さて、はい、おーおーおー、いいぞいいぞいいぞ、おー、なだれ方式いい、これいいぞ、なだれ方式がいいかも。崩していって、なんかこう、いい感じに、あ、でも崩れる範囲がない。お前ちょっと、お前降りてこい、お前だ、全然だ。バター、もうこの、こいつを狙おう。おっ、右、いやハマってんな。はい、おおおおおおお、そういうこと、きたー、そういうこと、きた、やっとだ、とだだだ、やっと、すげえ奥にいた、やった、通れた、デッドプールピカチュウ、かわいい、これはかわいい、かわいいよ、これはかわいい。キーホルダーなんだ、いいなこれ。オッケー、これもうつけてこう、俺、よし。これつけていくわ、まだいっぱいあるわ。なんかまあいいのあったらやりましょうか。あ、じゃあこれやろうよ、どれ、ピカチュウ、ピカチュウ。